DIY 教室、人工木フェンスの組み立て、レジンウッドフェンス編。組み立て式でスタイリッシュなレジンウッドフェンスは、樹脂木のパネルとアルミ製部材で構成されています。こちらの道具を使って DIY していきましょう。フェンスの設置方法は2種類あります。一つは土を掘ってポストを埋めて設置する方法、もう一つはコンクリート基礎にポストベースを固定する方法です。今回はこちらの基礎にコンクリート施工していきます。フェンス、ポストの配置を決めて、ポストベースの位置を伸身180センチの間隔で決めていきます。ポストベースの短辺がパネルと平行になるように置きます。ポストベースを固定する穴の位置に印をつけます。正確に穴を開けるため穴の中心を描いておきましょう。コンクリート用の振動ドリルを使ってアンカーボルトを埋め込むための深さ80ミリ以上、直径 12.5 ミリの穴を開けます。コンクリートの種類によっては入りにくい場合があります。アンカーが入りにくい場合は 13.5 ミリを上限に少しずつ穴のサイズを調整してください。印の中心に合わせて慎重に穴を開けましょう。一つのベースにつき4つの穴を開けます。削った粉が穴の中に入らないように吐いておきましょう。ボルトが奥まで入れば穴の深さは OK です。ボルトをつまみながらナットを回して締め、アンカーが広がらない程度にナットをかませておきます。締めすぎるとアンカーが広がって穴に入らなくなります。ポストベースを穴に合わせておきます。アンカーボルトを穴に差し込んで最後までハンマーで打ち込みます。アンカーを埋め込んだら仮締めしましょう。2022年2月以前のアンカーボルトで施工する場合、埋め込むための深さ60ミリの穴を開けます。穴が70ミリより深くなってしまうとボルトが沈んで取り出しにくくなるので注意してください。アンカーボルトを金槌で叩いて埋め込みましょう。4つの穴に埋め込んだらナットとワッシャーを外します。ポストベースを設置してナットを手で仮締めします。さあ話は戻って、次はポストをつけましょう。ポストベースにポストを差し込みます。その都度ポストの垂直を水平器で確認しながら、付属のドリルビスでポストをベースに固定します。ビスが入った後も電動ドライバーで回し続けるとビス穴が削られて締めることができなくなるので注意してください。ビスが閉まっているか確認する場合はドライバーを使って手で行ってください。ビス止めが難しい場合、 L 型のアタッチメントを使ったり、あらかじめポストを取り付けたベースを設置します。すべてのポストをベースに取り付けましょう。取り付けるパネルの上下にはレールをかぶせます。
北側レールの両端はこのような向きで L 字金具を入れます。ポストにレールを差し込んで下までスライドさせます。レールの水平を確認したら L 字金具をポストにビス止めします。最後にポストベースを本締めしてしっかり基礎に固定します。フェンスパネル170はおざねを上向きにして組んでいきます。ポストの溝にパネルをスライドさせ、下側のレールにパネルをはめ込みます。入りにくい場合はゴムハンマーで入れ込み、パネルの水平を確認しながら施工していきます。高温時に施工すると熱のために材料が伸びて、一番下のパネルは入れ込みにくい場合があります。この時パネルの片側の端を3ミリほどノコギリで切り欠くと入れ込みやすくなります。カットした部分は隠れるので見た目に影響ありません。2枚目以降もサネの向きに注意して続けてパネルをはめ込んでいきます。フェンスに隙間を作って風通しを良くする場合は、フェンスパネル170の次にフェンスパネル95を入れた後、パネルスペーサー2個を均等に配置してはめ込みます。スペーサーを入れた両端には必ずサイドカバー30も入れましょう。その上からフェンスパネル95をはめ込みます。スペーサーは余裕を持たせて溝にはめ込んであるので、後からでも手で動かして位置を調整できます。スペーサーを固定したい場合は屋外用ボンドを使いましょう。残りも同じように施工していきます。予定のパネル枚数を入れたら上からレールをかぶせます。上側レール用の L 字金具にはクッション材がついていて、このような向きで取り付けます。 L 字金具とパネルの間にクッション材を挟むことで温度変化による伸縮に余裕を持たせることができます。上側のレールはL 字金具をこのような向きで入れてポストにはめ込んでビス止めします。パネルの組み合わせによってフェンスの高さは変わります。
一番上にサイドカバーをつける場合、ポストに合わせてカットします。キャップをかぶせるので5ミリほど短くなるように印をつけて、金の子を使ってサイドカバーをカットしてから、カットした面を上へ向けてポストに戻します。パネルの数によってフェンスの高さは調整できますが、より細かく自由に高さを決めて設置したい場合は、施工時に一番上か一番下のパネルをカットして調整します。調整する高さ分、パネルのレール側をカットして取り除き、フェンス全体の高さを調整しましょう。ポスト上部には L 字金具を取り付けるため、レール上部から約4センチ以上開ける必要があります。フェンスの横幅もパネルとレールをカットして調整できます。パネルはノコギリを使って簡単にカットすることができます。レールは金ノコでカットできますが、アルミ部材のカットには押し切りや丸ノコを使うのがおすすめです。ポストは3方向にパネルをつなげて設置できます。パネルを入れない部分はポストと同じ長さのサイドカバーで隠します。隣も同じようにパネルを入れてフェンスをつなげていきましょう。すべてのパネルを設置したらサイドカバーも入れて、最後にポストキャップをはめ込みます。コンクリート施工のレジンウッドフェンスが完成しました。施工時間は1スパンあたり約1時間が目安です。